くせ者。プロ野球界で唯一このニックネームを持つ男、それが現在巨人でヘッドコーチを務める元木大輔氏です。名付け親となったのは国民栄誉賞を受賞している国民的大スター長嶋茂雄氏。元木選手の現役通算15年間の成績は打率2割6分2厘、891安打、ホームラン66本。超一流とは呼べない成績でしたが、超エリート集団の巨人でなぜこれほどまでに寵愛され他球団からも恐れられたのでしょうか。今回は元木大輔選手のくせ者ぶりに迫ります。長嶋と落合が認めた野球センス。元木選手が最初に全国の注目を浴びたのは上宮高校時代です。甲子園に3度出場し、3年夏の甲子園では1試合で2本のホームランを放ち注目されました。高校通算本塁打数は24本であるにもかかわらず、甲子園通算6本塁打を放ち大舞台に強い姿を披露しました。当時から甘いマスクで人気を誇り、女性ファンが球場に殺到するなど大フィーバーを巻き起こしていました。そんな元木選手の憧れの球団は巨人。小学6年生の頃に対面した王貞治氏に、プロ野球に入るなら巨人に来いよと激励されてからずっと巨人ファンだったそうです。しかし運命は元木選手を翻弄します。1989年のドラフト会議、巨人入りを公言していた元木選手ですが、巨人は同じく巨人入りを希望していた大森武史選手を指名したのです。失意の元木選手は福岡ダイエーホークスから1位指名を受けますが、これを拒否。1年間ハワイに渡り浪人生活を選びました。翌年晴れて巨人から1位指名を受け、ついにプロ野球選手となった元木選手。しかし当初は高校時代とはレベルの違うプロの環境で苦しみます。とはいえそこは野球センス抜群の元木選手。長距離バッターを目指すのではなく、当時送りバントの名手として活躍していた河合雅弘選手を参考にモデルチェンジを図ります。加えて元木選手は内外野どのポジションでも守れるユーティリティ性を兼ね備え、勝負強い打撃で代打としても頼りになる存在となり、持ち前のキャラクターで夜の巨人を引っ張る宴会部長としても活躍。スター軍団の巨人にあって様々なポジションをこなせるだけでなく、どんな打順にもハマり、場面を読む力や相手との絶妙な駆け引きなど、陰で活躍する元木選手は唯一無二の名脇役でした。そんな元木選手を長嶋監督はくせ者と呼び、その存在を認めていました。当時を振り返り元木選手はこう語っています。僕にしてみれば右打ちにしても特別なことをしている感覚ではなかったんですが、それをやったことで長嶋監督にもイメージがつき、そう呼んでくれた。そうなるとさすがに長嶋さんの影響力はすごくて、相手も僕が出てくると何かやるんじゃないか、何をやるんだっていう風に見てくれる。ああ元木か、嫌なやつが出てきたな、とそう思われたらプロの選手としては存在感が増していくわけですよ。だからそういう言葉をちらほら聞いた時には、ああやっててよかったな、あの時に4番を捨てて相手が嫌がることは何かというのを自分の中でやってきてよかったな、と思いましたね。自分で言うんじゃなくて相手が言ってくれるわけですから。ある時長嶋監督はそんな元木選手の活躍を称えて超高級腕時計を送ったこともあったそうです。みんなに言うなよ、ひがむから、と渡されたのは300万円はくだらないフランクミラー。これを知った関係者は、当時の巨人の選手でミスターから高級腕時計をもらったのは大輔だけ、と驚きを隠せませんでした。レギュラーとして1年間プレーしたこともない元木選手がスターだらけのチームの指揮官から唯一プレゼントをもらったのですから、無理もありません。それほどまでに元木選手は長嶋監督をうならせるプレーを随所に披露していたということになります。同じ時期にプレーをしていたスター選手も元木選手の野球センスを褒めたたえています。日本プロ野球で3度の三冠王に輝いた史上最高の右打者、落合博満選手です。巨人で一番素質があるバッターは元木、松井以上かもしれない、と
後にメジャーリーグでも大活躍した松井秀喜選手を引き合いに元木選手を褒めた落合選手。しかし話はこれで終わりではありませんでした。でもあいつは本当に練習しないんだ。元木選手は鋭い読みや勝負強さや駆け引きのうまさは天才的なものがありますが、練習嫌いに加え緩慢なプレーを時折見せることがあり、レギュラーをつかみきれませんでした。高校時代も甲子園で内野フライを打ち上げて走るのをやめてしまったために、相手選手が落球したにもかかわらずアウトになってしまい、監督から大目玉を食らう様子が全国中継されたこともありました。落合選手も期待を込めて、春のキャンプで元木選手に打撃指導を施したこともあったようです。当時、元木選手は怪我からの復帰に向けたリハビリ中でした。しかし、落合選手はここがチャンスと見たのか、打撃指導を行います。ホームベースをまたいでピッチャーに正対するように立ち、自分の体に向かってくるボールを三塁側に打つという、落合選手オリジナルの練習を行うことになったのです。元木選手はこの時の様子を後にこう振り返っています。バットの振り出しを速くするための練習だったらしいのですが、その時は何の説明もしてくれません。何球も体に当たりながら悪戦苦闘する僕を見て、ただただ笑いながら次から次へとマシンに球を入れる落合さん。リハビリ中だというのに、健康な選手よりスイングさせられた挙句、落合さんは、それ、やっとけ、と言い残して途中で帰ってしまいました。頭の中は、ハテナでいっぱいでしたが、考えてみれば贅沢な時間です。あの落合さんと二人きり、マンツーマン指導を受けた選手などそう多くないはずですから。落合選手が自身を研ぎ澄ませるために、すべての時間をかけたいと思って過ごす春季キャンプの貴重な時間を割いてでも、元木選手に何かを掴んでほしいと思って指導したのでしょう。長嶋茂雄と落合博満という球界を代表する二人にこれほどまでに愛され、期待をかけられた選手は、おそらくただ一人でしょう。なぜ、くせ者と呼ばれたのか。くせ者、元木大輔選手の代名詞といえば、隠し玉です。インプレー中のボールをこっそり保持し、近くのランナーがベースから不用意に離れた瞬間にタッチしてアウトにするトリックプレーは、彼の得意技でした。初めて成功させたのは高校時代。2年生だった元木選手は選抜3回戦で優勝候補の高知商業と対戦した際に隠し玉で相手の二塁ランナーをアウトにしました。この試合は元木選手の頭脳プレーもあり7対3で勝利を収めました。しかし試合後、元木選手が通っていた上宮高校には苦情の電話が殺到し、大変な事態に。卑怯なことをするな。ちゃんと教育しているのか。高校生らしくない真似をさせるな。元木選手が気にしては困ると考えた上宮高校の監督は、気にするなと元木選手に声をかけます。しかし、当の本人は事情を知らなかったため、何のことかさっぱりわからなかった、とのこと。そして元木選手はプロに入ってからも、隠し玉で相手選手をアウトにしています。本人曰く、隠し玉は、ピッチャーの演技力が一番重要。とコツを語りました。うまかったのは斉藤さんと桑田さん。プレートをまたいだり踏んだりしたらボークだけど、ランナーを騙すためにギリギリを攻めるんです。二人ともそ知らぬ顔でうまくとぼけてくれました。逆に下手だったのは牧原ひろみさん。急にマウンド上でうろうろし始めるんです。それじゃランナーが出てくれないぞ、と思って見ていると、急に振り返って、ボール返せ、だって。根が正直なんでしょうね、と当時を振り返り笑いながら語っています。隠し玉のようなトリックプレーばかりがフォーカスされがちですが、元木選手の本当のくせ者ぶりは、プロフェッショナルならではの駆け引きのうまさです。ある試合で、ノーアウト二塁で打席に入った元木選手。ベンチは、もちろん打てのサイン。元木選手は初球から果敢に狙っていきますが、ツーストライクまで追い込まれてしまいます。しかし追い込まれるまで左方向に引っ張ってファールを打っていたため、相手チームの内野手たちは、打ち気満々と見て左寄りに守備位置を変えたのでした。すると、これを見た元木選手は癖者ぶりを発揮。普通の打者なら引っ掛けてしまいかねない、内角のスライダーを体勢を崩しながら右方向に打ち返したのです。結果はセカンドゴロだったものの、
二塁ランナーは無事三塁へ進塁。自らを犠牲にすることでその後の得点へとつなげたのでした。また、元チームメイトの清水隆之選手によると、元木選手はバッターボックスで駆け引きをしていたと明かしています。ある打席でスリーボールとなった場面、サードコーチが出したサインに不満げな表情を浮かべた元木選手は、再度サインを要求。そこで再び嫌がる表情を見せました。この一連の動作によって、相手は一球待てのサインが出たと察知します。しかしこれは元木選手の演技だったのです。その直後、ピッチャーが簡単にストライクを取りに来たボールを狙いすまし、ホームランを放ちました。実はサードコーチが出したサインは、打て、だったのです。それをあえてもう一度サインを要求したところに、元木選手の癖者ぶりが存分に発揮されたと清水選手は語っています。また、当時元木選手とベンチで一緒に過ごしていたスコアラーの三井康弘氏も、元木選手の観察力を称賛しています。大半の選手はチームのスコアラーに対して、今日はどんな攻め方してきますかね、と一方的に聞いてくることが多いものです。でも元木は、僕はこう思うんですけど、三井さんはどう思いますか、という聞き方をしてくる。つまり最初から自分の意見、考えがある。その意見はスコアラー視点でも妥当なものが多くて、自分の打席を客観的に見れているんだなと感心したものです。過去に自分がどんな球を打ったかもよく覚えていて、スコアラーと意気投合しやすいタイプでもありました。元木は何より、ズバ抜けた観察力がありましたからね。ピッチャーの癖も自分で見つけて私に報告してきて、どうかな、と聞いてくることもあったほどです。それを打席で活かすのもうまかった。ミーティングでホワイトボードの漢字が読めず、他の選手にからかわれたりすることもありましたが、グラウンド上ではただではアウトにならない本当に頼もしい選手でした。そんな元木選手は現在、原辰徳監督の下で巨人のヘッドコーチを務めています。三井氏はそんな元木コーチの可能性についても言及しています。現役時代から、彼はいいコーチになるんじゃないかという思いはありました。野球をよく知っていて、とにかく観察力がある。明るいし、選手に対して言いにくいことも思い切って言える。でも、ユーモアもあるから本当に選手が傷つくような言い方を避けられるところもいい。根性論とは無縁だったし、すべての人から尊敬される、みたいなタイプでもない。監督というよりは、史上最高のヘッドコーチのような存在になれる気もします。現役時代は、くせ者として恐れられた元木大輔氏。これからは最強の中間管理職になるかもしれません。